どうも、竹虎です。宇野です。辻中です。物理にするのか生物にするのかどっちがいいですかっていう質問をめっちゃ受けるんですけど、どう思います？個人的には物理なんだけど、僕が物理だったっていう多分偏見もあるから、生物選択で東大行った宇野先生に聞きたいです。宇野さんどう思います？物理がいいと思います。終わったなんだ、なんか個人的には生物好きだったらいいんじゃないとかなんか言いそうかなと思ったのよ。物理でしか受けられない大学がまあまああるから、うん、そこの選択肢を狭めるのが気にならなくて、かつ生物がとってもとっても好きなら生物でもいいんじゃないかなとは思いますけど、うんうん、そうでないならとりあえず物理取っときたらいいと思います。それなんで、なんかまず受け入れる大学が多いからってこと？はい、そうですね。逆にそれで苦しんだことある？なんかここ受けれないんだみたいな。あ、慶応理工が受けれないのでどこも。あ、でもそれ結構きついよね。はい、あと生物は細かい覚えなければいけないことがものすごいあって、うん、それが多分めんどくさいと思います。なるほどね、はい、しかも僕が見た感じだと生物って覚えることも多いくせに結構物理並みに頭働かせること多いじゃん。なんか推論とかめっちゃ多くない？なんかそうですね、意外と知識問題だけではないので思考力も必要。生物は暗記科目だっていう風に思ってると意外と違う、てかめちゃめちゃ違うよね。違います多分めっちゃ考えないといけないよね、はい、結局膨大な暗記も必要だし思考力も必要。はい、大変です。あと注意しとかないといけないのが、国立薬学部受けたいっていう場合は意外と物理必修のところが多いから。薬学部なのに。そう、医師薬だからと思って生物取っちゃうと意外と受けられない大学が存在するっていう罠も残ってるかなって感じだね。なんで生物選択にしたの？それは物理と迷ってたんですけど、うんうん、その時に学校の先生に相談しに行ったんですけど、うんうん、間違えて生物の先生に相談しに行ってしまってそしたらもうもちろん生物を勧められるじゃないですか、まあ そうだね、それで、うん、大丈夫大丈夫いいよ生物で行こうみたいな感じで生物になりました、うん、なるほどね。生物選択って、まあ、大学にもよるけど注意しないといけないのは記述量が多いじゃん、うん、で理科で2科目で150分とか結構多いじゃ なんか。そうするとさ、化学生物だと特に東大とかさ書き終わらなくない？なんかって書き終わった？いや生物は解き終わらないです、そもそも。あ、そもそも、はい、だから解き終わらない前提でやってます。なるほど、そこは不利だよね。だから東大とか医学部とかで特に生物とかの記述量が多い大学受ける子っていうのは今これから選べるんだったら物理にしといた方がいいかもねっていう感じだよね。あと、まあ、あるのは結構数学苦手な子とかが生物選びがちじゃん。あ、そうですね。宇野さんとかもそこはあった？なんか東大440点満点で300点取ってんのに数学苦手っていうね。それも謙虚の塊もう謙虚の塊だと思ってるんだけど数学苦手な人が結構生物選びがちみたいな。うん、消極的な気持ちで生物選んでも生物もかなり大変だから続かないと思います。あ、なるほどね。だから生物が好きならいいと思うんですけど、だから数学ちょっと苦手だから物理きつそうだから生物っていう風に選ぶと大変な思いするかもね。そう思います、はい。それはない発想だったな。貴重な意見だな。さすがですね。ありがとうございます